はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、こちら茨城県の土浦市にございますラオンさんというラーメン屋さんに訪れております。こちらのお店さんなんですけれども、以前ねすするくんが動画で、来ておりまして、そのね動画を見てめちゃくちゃうまそうで、すするくんにね LINE をしたところ、本当に美味しいと、絶対行ってくださいと、ラーメン YouTuber すするくんからねもうお墨付きをいただきまして、今日はですねこちらのお店でいろんなメニューを楽しんでいこうと思います。ひとまずですね、一杯目は通常提供してあります中華そば、こちらを醤油で注文してありまして、もちろんね僕なので大盛りでお願いしてあります。で、一杯目は中華そばなんですけど、それ以外にもね油本っていう、もうここのお店しかない気になるメニューなんかもね多数ございますので、この後どんどん注文していこうかなと思います。ということで本日ですね、一杯目いただきますラーメンが到着しました。まず一杯目いただきますのが中華そばの醤油ということで、もちろんね麺は大盛りでプラスネギライスもいただいております。そしたら早速ですね、こちらの一杯目のラーメンいただきます。うわっ、うまっ。うわ、中華そば、もう求めてた中華そば、なかなかね最近はこの中華そばって食べれないじゃないですか。うまいちょっともう麺いっちゃっていいですか。こういうわかめとかのトッピングが中華そばらしくて嬉しいよね。スープ自体はこのガラ、動物系の骨がメインみたいなんですけど、タレの方にねもうしっかりといろんな食材が入ってるみたいで、このね、じんわり系中華そばですよで、またこのチャーシューですね、もうみんなさこういうチャーシュー大好きでしょうまっ。ああ、すごい、ネギライスも一緒につまんでいきます。あ、うまっ。中華そばもね残り半分ぐらいなんで、追加の商品も頼んじゃいますか。じゃあすいません、また追加で油温の大盛りお願いしていいですか。本当にねこれ一瞬うまっ。なんかね食べてて浸っちゃうよ。今ね夏場なんで、この暑い時期に食べてももちろん美味しいけど、冬場とかさ寒い時期に夜にこの凍えた体にこの中華そば食べたら最高にうまいと思う。中間に具材完食です。こういうラーメン食べるとやっぱりねラーメンっていいなって思う
ありがとうございます。いただきます。うわいます。うわということで本日2杯目のラーメンですね。こちら2杯目にいただきますのが油温の大盛りでございます。いやこれねうまそう。あすごい。いただきます。あうまっ。あのこれマジで食べたことないかも。うわめっちゃうまっ。絶対ねこのスープこの麺合う。もうさっきの中華そばで食べてるから分かるけど絶対うまい。したらいいのかな。豚骨ラーメンのようなうまみで鶏白湯ラーメンのようなうまみでそこにかかるこの油の厚み、本当にいろんなラーメンのいいとこがここにギュッと凝縮されたよね。そんないっぱいめちゃうまい。でこの油温なんですけれどもニンニクありなし選べまして、もちろん僕はねありを選ばせていただきました。ここでニンニクを溶いてがっつりとパンチあげましょう。ニンニク混ぜいただきます。これこの後の予定がなくてニンニク大丈夫よって方は絶対入れてください。この混ぜた時の相性というかパンチの強さ、これはね絶対に食べるべきだね。うん、まあということで、ただいまですね、こちら2杯目いただきました。油温大盛り完食させていただきました。ご存知です。ただ、すいません。また追加いいですか。油温つけ麺の大盛りで、今ね、ちょっとお昼の時間がもうだいぶ近づいてきたので、お客さんも増えてきまして、まあ、これ以上はね、ご迷惑になっちゃうので、今日の撮影は一応3枚にしようと思うんだけれども、もちろんね、今頼んだ油温や油温つけ麺で、中華そば以外にも混ぜそばだったり、で、タイミングによってはね、いろいろ限定もやってるみたいなので、ぜひね、そういった詳細の情報につきましては、お店の公式 Twitter をご確認ください。先生、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。ということで本日もですね最後の一杯こちら油温つけ麺いただきました。で今回ねこちら大盛りのみならず生海苔だったりとか味玉でチャーシューも増しております。それではいただきます。この締めた麺ね、つるしこの食感がいいね。いいことのつけ汁につけてね。
一旦この辺りで今回ね注文したこちらのルーローハンもちょっとつまんでいきたいと思います。八角とかシナモンとかが効いてるようなこの本格的なルーローハンだ。個人的にね台湾大好きなんでこういうルーローハンはもう大好物。うわ、これまた生のりすごいな。ちょっともうニンニクとか具材全部混ぜますちゃおう。これね、ちょっと贅沢にいっちゃいましょう。そしたらね、今日の最後はこちら味玉でございますね。ということで本日はですねこちらラオンさんで美味しいラーメンやつけ麺計3杯いただきました。もうねうまい。もう食べてるね表情とかで多分伝わってると思うんだけどマジでねうまいラーメン屋さんでした。でも茨城の方ってのは結構美味しいラーメン屋さんも多くてこっち来た時にラーメン食べたいなと思ってもこう迷っちゃう方とかって結構いらっしゃると思うんですけどぜひですねこの土浦周辺でラーメン食べたいなと思いましたらこちらのラオンさんで美味しいメニュー食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画で。じゃあね。